茶しちゃダメね。ちゃんとある程度切っとかないとダメだわね。じゃがいもパンを作ります。これはクックパッドか何かで載ってたレシピなんですけど、量が少ないので4倍にして、でもイーストなんか4倍になると 12g だから、ちょっと少なめに考えて、じゃがいも560とかになってますけど、これ 500g あります。でこれをちょっと無理して大きいまま粉砕しようと思ったら失敗したので、やっぱりこうやって細かくしないと粉砕できないと思うので、少しずつ無理せずやっていきます。よいしょ。ここにするときにちょっと混ぜてはくれると思うんだけど、パン、この強力粉とか混ぜるときにある程度粉砕しとかないとまずいと思うので、こうやってあれ忘れない粒があってもいいかもしれないけど、じゃがいものドーナツの時に、なんかお芋の芋というよりかは、なんていうの、お餅みたいに粘り気があるぐらいまで混ぜちゃったので、なんか滑らかすぎるぐらいの滑らかなポテトドーナツが来ましたけど、多いかな。ちょっと全部入れてみます。多かったらちょっと途中でやめます。潰れたからいいかな。これでいいことにします。全部下の方はなんかこんな風にめちゃくちゃ細かくなってます。私これもあんまり使ったことないので、どういう風に使えばいいのかと思いながらやってます。あとはもうこのじゃがいもと強力粉と砂糖と塩と、これは油が入ってないから、油が入ってなくていいのかなと思うんだけど、油普通パンって入ってるけど、これは油なし入ってるけど、ちゃんとできるのかな、ちょっと心配ですけど、やってみます。それで切れてたね、切れてましたね、やってるあれが。それで音がしたんだ。イースト結構量が多いので 8g ぐらいに入れます。
それでこの少しこれ混ぜてからお芋を入れていこうと思います。セットして、何にセットするかが問題だけど、何焼き、それのパンでいいかな、ちょっと焼こうかな、パン生地でやろうかな、パン生地17、1時間53分で、これメニュー量とかはないんやね。じゃあこれでスタートします。混ざってるのでちょっとここでじゃがいも入れてみます。Thank you.